新しい私いろいろ始める仙台いろは。夏休みも残りわずかということで、今回はドキドキな思い出ができるいいねな日帰り旅行をご紹介します。いいね。やってきたのは仙台から車でおよそ2時間半、福島県いわき市。あー、潮風が気持ちいい。ん？あれ？大きなタワーがありますよ。いわき市小名浜にあるいわきマリンタワー。屋上のスカイデッキではエキサイティングな体験ができるんだとか。いやー、高い。ちょっと怖いけど絶景です。次にドキドキを求めてやってきたのはスパリゾートハワイアンズ。ハワイアンズでドキドキの体験といえば、はい、全部で6種類あるウォータースライダーです。おすすめのスライダーは何ですか？はい、高低差と長さが日本最大級の、ボディスライダービッカロハがおすすめです。高低差 40.5m、 長さは 283m のビッグアロハ。予測ができないスリリングな2つのコースがあります。他にもハワイアンズには小さい子供から大人まで楽しめる全6個のスライダーが。ドキドキを体験したら南国リゾートを大満喫。これもスリリング。ドキドキワクワクの日帰り旅行、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。